八戸市立図書館は青森県八戸市にある公共図書館。1874年に設立した八戸書籍縦覧書を前身とする現有日本最古の公営図書館である。公立公共図書館としては最古の松江書籍縦覧書が設立されたのに続き、市立公共図書館としては最古の出雲大社書籍縦覧書が 八戸書籍縦覧書と並んで設立されたものの、現在まで存続しているのは、私立公共図書館から、公立公共図書館に移行した、八戸市立図書館のみである。本館は、蔵書数の増加による移転を経て、現在は、ぬかずかにある。南郷には文館である、八戸市立南郷図書館があるほか、八戸駅にも文館である、八戸市図書情報センターがある。 八戸市主編さのため本館には市主編さ室が置かれている。また、郷土資料のコーナーとして、八戸高校在籍時代の学友である、立花康により収集された三浦哲郎作品が集積している三浦哲郎コーナーが置かれている。なお安藤昭役に関する全国の論文が集積している安藤昭役コーナーは、資料が 安藤昭益資料館に移されたため現在はない。本館が所有する自動車図書館、八の絵号は、市内50カ所を巡回し、貸し出しをしている。図書、雑誌及び CD の考え貸し出しには利用カードが必要で、八の市に在住、通勤、通学している、青森県内図書館共通利用権を所有、岩手県二戸市、久慈市、軽舞町、広野町、 区のヘムラに在住しているのいずれかに当てはまる場合に登録することができる。また利用者カードは市内全館で使用できる。ありがとうございます。